ひとまずアジア最終予選3節が終了したわけだけど、9月シリーズのように異変はあったのかしら？気になるところだよな。実は今回も明らかな異変があってだな。今回は3節を終えての異変発生についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。やっぱり日本が勝利してるからね。安心して見れるのがいいわ。本当にそれだよな。もし負けてたら異変発生なんて余裕こいて見てる場合じゃなかったもんな。ってことでグループ A から見ていこうか。9月シリーズだと各グループやらかしてたからどこも意外な順位となってたけど、このグループ A って最初からある程度想像通りの順位だったわね。このグループの特徴として高いレベルでそこまで実力差がないお団子状態なんだよな。その中でもある程度こういう順位になるかなって感じの順位で終えたのが9月シリーズだった。北朝鮮を引いたグループだから厄介だったのよね。キルギスは一段レベルとしては落ちる印象だけど、だな。ある程度予想通りのスタートとなったこのグループだけど、なんといってもカタールだな。アジア王者としてのこの最終予選だがスタートは最悪なものとなった。いきなり初戦 UAE に 1-3 完敗。これホームだからね。スタッツ見てもボール支配率を除いて大差ないし。てかカタール枠内1本。やばいよな。結果通りのひどい内容。割とショッキングな負け方をしての次北朝鮮戦。これも相手に28分という早い時間帯で退場者が出たにもかかわらず2-2の引き分け。9月は1分け1敗勝ちなしスタートだった。この段階でカタール敗退すんじゃね？なんて話題になったわね。10月シリーズどうなったの？キルギスに 3-1 勝利となってる。ただここは勝って当たり前だからな。問題は次のイラン戦。別動画で触れたが中立地での開催となるがここで負けたら相当厳しい状況になってしまう。でしょうね。今の感じだとウズベキスタンとイランがこのままストレート突破枠でいきそうだし、ストレート突破を目指すなら最低でも引き分け。できれば勝たないと。カタールの9月やらかしによってイランとウズベキスタンが抜け出しかけてる印象だな。そこに UAE とカタールが絡めるか。次の試合がイラン対カタール、ウズベキスタン対 UAE の直接対決だから注目だ。ウズベキスタン対イランは引き分けたし、ここの結果次第で混戦になるかウズベキスタンとイランが抜け出すか決まりそうね。グループ B。この組はなんといっても韓国以外オール中東勢。それだけに混戦が予想されたがその通りとなった。話題の中心はなんといっても蜂蜜のような甘い組と豪語して初戦でやらかした韓国だろう。大きな笑いを提供してくれた。まず組み合わせの時ポット6から順に行われて最後にどこに入るかって感じになったのよね。それで一番避けたいと思ったのが正直このグループ。オール中東勢とか地獄でしかない。アウェイの中東って本当に色々あって実力だけではなくなってしまうからな。ちなみになんだけどさ、確かに韓国のやらかしは笑わせてもらった。ただ、このパレスチナが想像以上に強い説あるのよね。そうなんだよ。韓国相手に2桁シュート放ってるし、次のヨルダンには 1-3 で負けてるものの前半は同点だったし、これまた2桁シュート。ホームというのもあるがポゼッションでは上回ってるし、3節のイラク戦。こちらも0-1敗戦だが互角の試合をしてる。これ異変かもね。アジア最終予選に来てるんだから弱いってことはないとは思ってたけど。パレスチナ思ったよりもかなりある。あと意外だったのはパレスチナは一見守備的なチームかと思わせておいてこのシュート数。攻撃力がかなりある証明だよな。あとは決定力とか最後の部分がついてくると本当の意味で脅威となってきそうよね。だな。注目のチームだ。そしてやっぱり韓国がその後もやらかして大笑いする展開を望んでいたが。って感じね。オマーン戦は 3-1 勝利したものの終盤まで 1-1。課題の残る試合内容だったけど、ヨルダン戦はアウェイで 2-0。試合見てたけど完勝と言っていい内容だった。直前でも言ってたけど、ソン・フンミン離脱をむしろポジティブに持っていけるか。ソン・フンミンいないことが逆にいい方向に働いた感じはある。そうね。あとはヨルダンが思ったよりもひどかったわ。アジアカップのは何だったんだ。ってくらい。やっぱりアジアの強豪と第2グループでの大きな差というのはこういったムラというか安定感のなさにあるんだろうな。それはすごく思うわ。イラクとかカタールにも同じことが言える。確かに強いんだけどアジアの強豪かと言われるとまたちょっと違う。この辺説明するの難しい。多分それが安定感のなさということなのかな。面白くないけどなんだかんだやっぱり韓国は突破しそうだな。一番の難敵、ヨルダンのアウェイで勝利したのはでかい。ホームでイラク相手にやらかせばまたわからなくはなるが、ここで勝てば安定しそうだ。それは面白くないなぁ。9月シリーズと FIFA の警告までが面白さのピークってのはちょっと。空気読んでほしい。ホームで前回のようにブーイングかましてアウェイのような雰囲気を作ってイラク戦負けてほしいもんだ。まあ何にしても、やらかすとは言っても引き分けるのと負けるのとでは状況は全く異なるということだな。一
引き分けなら全然巻き返せるが、苦労してるのはやはり負けたチームだ。そうね。勝てるのが一番いいけど、負けないことも重要というのがこの最終予選では本当に痛感する。前回の日本だって負け試合を引き分けにできてたらもう少し楽になってたはずだし。ちょうど日本の話題が出たからグループ C に行こう。今回の異変は何と言ってもここだろう。一つ明らかにヤバいのエンゾ。お気づきになられましたか？いやこれ気づかないの無理があんだろ。でも明らかにおかしいのは実は一つじゃない。最下位だって明らかにおかしいからな。何も知らない人にこれは何の順位表でしょうか？って質問してサッカーと答えられる人がどれだけいるだろうか。もうこれは私の知ってるサッカーじゃないよ。中国はあれとしても、これ最終予選だぜ。バーレーンだって弱いわけじゃない。日本と試合した相手もれなく全部雑魚認定されるの草生える。3節終わった段階でグループ A も B もなんだかんだでやっぱりこういう順位になるなって感じに落ち着いてきたし、波乱らしい波乱もなかった。ところがこのグループだけは相変わらずですよ。日本のヤバさにばかり目が行くけどさ、この勝ち点のお団子具合。カオスすぎるわ。他のグループは1位と2位が勝ち点7を稼いでいて、その下に続く感じだが、このグループだけは日本とかいうヤバいとこだけがサッカーをやめて一人で違う競技をしている。それは得点、失点、勝ち点を見れば明らかだ。ヤバすぎるだろこの日本とかいうやつ。もうなんだろうな。この日本とかいうヤバいやつは一旦忘れよう。で、2位が勝ち点4なわけですよ。得失点差で順位はついてるけど3チームが並び、そのすぐ下にインドネシアが勝ち点3。もうほとんど差がない。中国は、このグループの組み合わせが決まった段階では日本、オーストラリア、サウジアラビアの三つどもえの戦いが予想されていた。前回もそうだったしね。それが今や日本とかいうヤバいやつが抜け出して、オーストラリア、サウジアラビア、バーレーン、インドネシアで争うという。中国は、このグループは9月からしていろいろあったからな。オーストラリアはバーレーンにいきなり初戦ホームで負け、インドネシアには引き分け。サウジアラビアはホームでインドネシアと引き分け、中国には逆転勝ちした。三つどもえの戦いになるはずが、それ以外で取りこぼしてしまったのよね。特にオーストラリアは負けてしまったから一気に追い込まれた。そう。さっきも言ったけどやはり負けないことも重要。サウジアラビアだってインドネシア相手に取りこぼしてしまったから日本に負けたことで大混戦のカオスの中に放り込まれてしまった。だから9月の取りこぼしがサウジアラビアもオーストラリアもかなり響いてる状況よね。この状況での日本戦となるとさらに厳しい。特にサウジアラビアはホームだったからな。失笑となってしまった。オーストラリアもね。どう考えるんだろう。今の日本は現実的に厳しいと考えて引き分け狙いで来るのかそれとも。今の日本相手に引き分け狙いって一番難しいと思うぞ。守備的になったらまず間違いなく日本が勝つ。確かに。しかしオーストラリアはすでに監督交代。サウジアラビアも解任まで秒読みって感じだし、もう大混乱だな。監督解任って話でいくと、雰囲気見ると中国も次の試合次第だろうな。それが正しいかどうかは置いといて、そんな感じね。しかし中国、失点12手。得失点差マイナス10とか最終予選よねこれ？これほとんど日本にぶちかまされてるんですけどね。あとはバーレーンとインドネシア。やっぱりこの2チームがこのグループを面白くしてくれてるわ。サウジアラビアとオーストラリアのやらかしや不調ってのもあるけど、この2チームが頑張ってるのが大きい。そうなんだよな。全グループに言えるんだけどさ、実は次の試合、4節が超重要な試合が集中的に行われる。そうよね。イラン対カタールにウズベキスタン対 UAE、韓国対イラク。そして日本対オーストラリア、サウジアラビア対バーレーン。特にこのグループはそこの結果次第でさらなる混沌になってく。日本が順当にオーストラリアに勝てばオーストラリアの勝ち点は4のまま。サウジアラビア対バーレーンだって引き分けでも混沌とするし、サウジアラビアが負けようものならもう三つどもえの戦いなんてのは完全に崩壊する。もう日本が抜け出してこんな状況になってる時点で崩壊してそうだが。一番面白いのがオーストラリアとサウジアラビアが負けることよね。こうなるとストレート突破は現実的に2位のみとなり、そこに4チームが争うことに。中国を蚊帳の外にしてるけど、もしインドネシアに勝利したら中国もそこに名乗りを上げることになるからな。そしたら全チームストレート突破を目指せるヤバすぎるグループの完成だ。なんだこれ面白すぎる。今抜け出してるから余裕かましてそんなことが言えるが、オーストラリアに負けたら安心感が揺らいでしまう。しっかり勝って、このグループを高みの見物したいな。外から見る分には最高に面白いグループだけど、この混戦に巻き込まれたら地獄だわ。サウジアラビア戦勝って本当に良かった。もし負けてたらと思うとゾッとするよな。オーストラリア戦勝って安心したい。ってことで各グループ3節終了時点を見て異変も確認したが、日本というヤバすぎる異変と、そのグループ自体がヤバすぎたという異変。
いいグループに入ったわね。やっぱり基本がサッカー好きというのがあるからな。こういう盛り上がる展開は大歓迎だ。日本が抜け出して安心感もあり、心臓への負担もないし。まあそもそも私には心臓がないが。どうやって生命活動を維持してるんだろう。今回は3節終了時点だったが、次の4節終了時点ではさらに面白いことになってそうだ。ワクワクしながら見れるよう、日本がオーストラリアに勝ってることを祈ろう。そのオーストラリア戦はもちろんのこと、注目試合もリアルタイム編集で試合直後に投稿予定。関連の動画も投稿予定なので今のうちにチャンネル登録して待っててね。高評価ついでに3節終了時点の印象や今後の予想などコメ欄で聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。